この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。この映像、何か違和感があることに気づきますか？そうです。グラボに補助電源がつながってないんです。正確にはつながってはいるんだけど、見えづらい位置に配置されたちょっと個性強めのグラボです。ということで今回は、ino3D のステルスケーブルマネジメント機能を搭載した4070をお借りしました。テルザジャパンのオンラインショップで販売中で、動画制作時点の価格はこちら。今だと4070は安いもので8万円台後半、高いものは10万円を超えるので、意外と標準的な価格です。パッと見た感じだと、普通の白い4070に見えますよね。仕様についても大きな変化はありませんが、オーバークロック版なのでブーストクロックは少し高めにチューンされています。GPU-Z で読み取った情報はこんな感じね。横から見てるだけだと、どこにも補助電源を挿す場所がありません。補助電源をつなげる場所は、ここ。バックプレート側に8ピンのコネクタが隠れていて、ここにケーブルをつなげるというわけです。ヒートシンクも専用設計になってます。ここに PCIe の補助電源をそのままつなげてもいいんですけど、専用の延長ケーブルも付属。ちょっと実際につなげてみましょうか。延長ケーブルには向きがあるので、きちんと確認してください。奥まった位置にあって、ちょっと差しづらいですが、きっちり奥まで差し込みます。はい、こんな感じです。で、ここにつけるための専用のカバーも付属してて、これをネジで固定することで、よりケーブルが見えづらくなるという仕組み。爪の位置を合わせてはめ込んで、付属する小さいネジで固定します。結構小さいネジなので、精密ドライバーがあると便利ですよ。はい、ケーブルの取り付けが完了です。完全にケーブルが隠れるわけではなくて、尻尾みたいに後ろ側にひょっこりケーブルが飛び出る形です。とにもかくにも、実際に組み込んでみましょうか。今回の検証にあたって、NZXT のケースと簡易水冷クーラーをお借りしました。主なパーツ構成はこんな感じ。グラボとケース、CPU クーラー以外は自宅にあった機材を使用しています。では PCIe スロットにグラボを取り付けてみましょう。ケーブルの位置を調整しておかないと取り付けの邪魔になるのと、今回使ったメモリはヒートスプレッダがちょっと大きめだったこともあって、ケーブルが干渉しちゃいました。取り付けられないってわけじゃないんですが、ケーブルが常にメモリと接している状態。実用上の問題は特にないですけど、気になる方はマザーボードやメモリを選ぶ際に気に留めておいた方がいいかな。グラボの位置がもう一段低いマザーボードなら全く問題ないですし、ライザーケーブルを使って垂直レイアウトで組んじゃうのもありだと思いますよ。あとは補助電源を延長ケーブルとつなげて、ケーブルが目立たないように配置すれば OK。一般的なグラボと比べると、ケーブルが裏側にあることで全然目立たないですよね。電源を入れてみるとこんな感じ。今回使ったマザーボードがマイクロ ATX のもので、下側の配線がちょっと目立っちゃってますけど、ATX のもっと真っ白なマザーボードを使えば、さらに統一感がアップしたと思います。ライティングをレインボーに変えてみました。ケース3とメモリは元気いっぱいに光ってますが、グラボ自体は全く光りません。ファンが回っていないのは故障ではなくて、負荷が低い時はファンを停止するセミファンデス機能に対応。ゲームを動かしたり、GPU に負荷をかけると、はい、こんな感じでファンが回ります。補助電源が背面側にあることで、グラボの下側に結構広めのスペースができます。拡張カードとかも差しやすいですし、お気に入りのフィギュアをケースの中に飾りたい方にもいいかもしれませんね。ではここから実際にベンチマークやゲームを動かして、ステルスモデルの性能を検証した結果をご紹介します。まずは定番の 3D マークを3種類。いずれも4070らしいスコアが出ていて、補助電源が後ろから出ているからといって、性能がちょっと落ちるみたいなことはなさそうです。FF15 ベンチを解像度ごとに回した結果がこちら。4K だと場面によってちょっとしんどいかもですが、WQHD までなら重いゲームもサクサク楽しめそうです。FF14 ベンチも同じような結果でした。4070は WQHD の最高画質でゲームを楽しみたい方に最適なグラボの一つです。フォートナイトを画質設定ごとにフル HD で動かした結果がこちら。DirectX12 の最高設定はかなり重いんですが、4070なら普通に動かせちゃいますし、パフォーマンスモードの競技設定なら常時ヌルヌルです。
ただこれは10月に検証したデータで、11月のアップデでかなりマップが軽くなりましたから、今ならもうちょいフレームレートが出ると思います。Apex も同じようにフル HD で動かしてみました。実際にカジュアルマッチをプレイして計測しているので変動はありますけど、4070なら最高画質のままでもサクサク楽しめます。あとはグラフィック重視のゲームを解像度ごとにいくつか動かしてみました。フォルツァホライゾンはそこまで重くないことと、フレーム生成などに対応していることもあって、4K の最高画質でも普通に動かせちゃいます。アサシンクリードミラージュもベンチマークモードを試したところ、4K でもストレスなく楽しめそうです。スターフィールドは惑星探索で平均フレームレートを計測。場面によって結構変動するんですが、4K だとカクツキを感じる場面がちらほら。動かせないことはないけど、最高画質で快適にプレイしたいなら WQHD までかな。最後にサイバーパンク。最も重たいオーバードライブモードでベンチマークモードを試したんですけど、スターフィールドと同じく 4K はちょっとしんどい印象です。ということで今回は、イノ3D のステルスケーブルマネジメント機能搭載の4070をいろいろ動かしてみましたが、性能面はいつも通りの4070そのもの。そこまで重くないゲームなら 4K の最高画質でも楽しめますけど、重量級タイトルはちょっとしんどいかなって感じ。ツインファンで見た目はとてもコンパクトですが、WQHD までなら重いゲームも最高画質でサクサク楽しめちゃう、意外なほどパワフルなグラボです。今回組んだみたいに NGXT の白いケースと合わせれば、かなりスッキリとした見た目になりますし、配線をちょっとでも目立たないようにしたい方には結構いいんじゃないかな。今回は一般的な水平レイアウトで組んでますが、垂直レイアウトに対応しているケースなら、完全にケーブルを見えなくすることもできると思います。底面から空気を当ててグラボを冷やせる独自構造も面白いですし、簡易水冷クーラーのポンプヘッドも、専用ソフトウェアからデザインをいろいろいじれて楽しいです。この辺のケーブルをもうちょっと隠したかったんですけどね、どうにもできませんでした。見た目はすごくスッキリしますし、裏配線に特化した特殊なケースやマザーボードなどを使わなくても、ケーブルを見えづらくできる仕組みはすごく面白いです。白い延長ケーブルも付属しますから、電源も一般的なものをそのまま使用可能。白い自作 PC を検討中で、配線をなるべく見せないことにこだわりたい方や、人とはちょっと違うグラボを探している方は、イノ3D のステルスモデルを検討してみてはいかがでしょうか。ちなみにホワイトの通常モデルも販売中で、こちらはちょっぴりお安く買えたりします。補助電源を隠すことにそこまでこだわらないなら、こちらもチェックしてみてくださいね。では今回の動画は以上です。今後も PC ゲーマーに役立つ情報を発信していくので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。動画の感想や要望、ツッコミなど、コメントをもらえると励みになります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。